はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、アルファード燃費計測第13か4か5回目でございます。ちょっと回数がちょっと分かんない、調べないと分かんない。前回ね、動画撮ってないんで1回空いてるっていうのかなでございます。で、今回の今ちょっと走行状況というかガソリンの状況なんですけども、もうスタンドが近いんでちょっとエンジンがかかったままですね。てかアイドリングがまだ終わってない、終わってないんか、なんかエンジンうるせえなと思ったらアイドリングがまだ終わってないか。はい。で今ね、こんな感じ、ガソリンがもういいよりちょっと下になってますね。で、こんな感じです。もう要は給油ランプがついて、68キロ走ってます。外気温8度、やっぱ暖かいよね。最近なんか急に暖かいね。はい、まあそんな感じでございまして、とりあえずね、もうガソリンが結構ギリっていうのか。ということで、とりあえずガソリン入れていきたいと思います。で、今回これ、まだ用意しました AZ の、燃料添加剤です、ございます。今回でちなみに3回目です。3回目。3回連続ね、連続でございます。はい。ということで、今回で、3回連続で終わり。で、多分、もうちょっとすると、オイル交換という形になります。だから、これが終わって、オイル交換にしたかったんで、それか途中ぐらいで多分帰れそうですけど、まあ、そんな感じで。とりあえず、今はね、ガソリンスタンドの近くなんで、ガソリンを満タンに入れていきたいと思います。はい。ということで、いつものガソリンスタンドのいつものね、給油口というか、給油口というか、はい、ガソリンをね、入れるところの、とこにやってまいりました。現状こんな感じでございます。平均燃費の給油後の平均燃費 12.1。で、前回ね、ガソリンを満タンに入れてから、なんと、692.8キロ走っております。はい、ということで、早速、ガソリンを入れていきたいと思います。はい、ということで、ガソリンをね、満タンに入れてきました。まあ、ちょっと前に比べたらガソリン少し安くなったんかな。レギュラーガソリン、60.87 リットルありました。あと175円でございます。もちろんね、エネキーからの4円引きチケット使ってです。ね。はい。そして、1万652円となっております。高いねー。はい、ということで、今回のね、この、多分、間違いなく最高燃費だと思うんだけどね。今回の燃費、見ていきましょうか。まず、走行距離。さっきの、692.8。これは満タン法ね、満タン法。毎回満タン入れないと、この満タン法っていうのは、できないんですよ。間違ってる。692.8。692で合ってるよね。ちょっと目が大丈夫かな ?692.8 割る、今回の、給油量ですね。だから、692.8 割る、今回の給油量の、60.87 はということで、出ました。はい、ということで出ました。今回燃費 11.38 ですね。小数点第2位はいつも四捨五入するんで、だから 11.4 でございます。ということで、カタログ値を超えましたね。とうとう超えました。超えてやったぜ、カタログ値ね。カタログ値が、アルファードは JC08 モードと1015モードかな。今また違う企画あったりするんですけど、JC08 が、何だったかな、10.8 だったっけ、で、10、15モードが 11.2 とか3ぐらいだったんですよ。まあ、JC08 の方がよりこうね、本来の燃費に近いみたいな。で、今はもっとね、W なんとかかんとかっていう、なんか燃費の、あれがあるんですよ。本当に実燃費みたいなのがあって、街中だったり、郊外だったりっていうのが、そういう燃費の、計測方法で、今新しくあるんですよ。バイクとかもそれになってる。車はどうだったかな？新車ってあんまり見ないから、わかんないけど、バイクはね、結構もうそのモードになってて、街中だとこんぐらいみたいな。郊外だとこんぐらい走りますよみたいな。本当の実燃費でこう、分かれてたりするんですよ。今回ね、アルファでこの 11.38、まあ、11.4 ね、という、もうカタログ値を超えた燃費。なんでそんな燃費なのって
思われる方もいると思うんですけども、今回ですね、これ、まあ、前回動画撮ってないのもあるんですけども、今回、この満タンから空まで、実はですね、県外の方に行っておりまして、ツイッターとかね、インスタとか見てる方はちょっと知ってるかなと思うんですけども、まあ、他の動画でもちょっと言ってるかもしれないんですけど、深瀬釣りで大分から、愛媛と、高知か、の方に遠征に行きまして、遠征というか遊びにというか、言い方変えると遊びにっていう感じだけど、何泊なのかな ?2 泊4日になるのかな、うん。そうだね。2泊で言うと2泊しかしてないけど、日付で言うと4日になるのか。ちょっとややこしいんだけど。で、もう、だから3日間、丸3日間は釣りしてたって感じです。だから出た日か、この日だから、ややこしいんだよね。だからこう、4日間あって、この日に出たら、出て、着いたのはこの日の朝だからさ、泊っていうか、日付は変わってるけど、みたいなね。で、ここからここで1泊、ここからここで2泊、みたいな。でも日付的には4日行ってるわけで、だから2泊4日だってますよね。うん。です。で、それで、こう、車で、こう、ずっとさ、移動してたから、まあ、一応長距離なのかな。で、今回、走行距離の、692.8 のうちの、だいたい600キロぐらい。600キロぐらいが、向こうの四国で走った走行距離ぐらいです。だいたいね、だいたい。大分帰ってきて、なんかちょっとお腹空いたなと思って、食べに行く途中ね、うん。食べに行く途中に給油ランプがついたんですよ。行く時にガソリン入れたから、だからほぼほぼじゃないか。もう帰ってから電話してるからあれか。もともとね、この給油後の平均燃費がもっと高くて、実は 12.4 ぐらいだったのよ。で、そっから当たり前だけどさ、街中、ね、置いてた街中が100キロ近くか。だから、692だから90キロぐらい。大分市内を走ってるんで、だからこう燃費がね、こうちょっとずつ下がって、しかももう超渋滞に巻き込まれたというか、たりとか。なんでこの時間にこんな渋滞してんのって、これ変なところで巻き込まれたりとか、しましてね。うん。っていう感じで、ちょっと燃費が下がっております。まあこれ今撮影してるのが、12月末なんですよ。だから今からちょうどね、年末年始っていうところのタイミングで入れてるので、まあアップされる頃にはちょっと正月過ぎたちょい後ぐらいかなと。思っておりますけども。いや、楽しかったね、旅は。で、今回ね、3回連続目の3回目です。AZ、なんていうのかな、燃料添加剤、FCR062 というやつですね。ちなみに中身ね、中身は、先日 Amazon で買ってきた1リッターの缶からこっちに移して、こうね、いろいろね、重さをいろいろ書いてあったりとか、してるのを、こう、ちゃんと測って入れております。この、ちゃんと適正ぐらいね。今回だから60リットル 60リットル入ったでしょ。一応これ今重さで 222g 入れてるんですよ。缶と一緒でね。で、それだと適正がだいたいこう書いてあるけど、50から75ぐらいがだいたい適正ぐらいです。だいたいね。それに合わせて、調合って言ったらおかしいけど、ちゃんと容量合わせてね。入れております。で、今回これが3回目で、まあ、2回でもよかったんだけどね。なんとなく、オイル交換するまでもう1回分あるなということで、3回連続入れました。だからだいぶエンジンの中綺麗になってるはずです。はい。そして、オイル交換ね。オイル交換。今現状ね、オイル交換して結構距離走ってます。だからこの燃料がある程度こう減ってきたところで、ちょっと変えようかなといったところですね。で、ちなみに今、オイル交換して、走行距離が、さっきね、計算して測ったら、6997キロ走ってます。オイル交換後ね。早い人はもちろんね、3000キロとかで買えると思うんですけど、まあ、5000キロぐらいでオイルの汚れ見たときに、思ったよりだいぶ汚れてないなっていう、うん、動画でも出したんですけど、コメントでもあんま汚れてないですよね、みたいな感じだったんですよ。まあ、目に見えるものが全てじゃないよ。食べてないけど、まあ、そうでもない、ないなって自分もね、開けてみて思ったんで、だからこうちょっと伸ばしてというか、踏まないんですよ、自分。正直本当に踏んでない。だからこういう燃費が出るわけですよ。長距離行っても、街中だろうがね、カタログ地に近い。まあ冬はエアコン入れないっていうのもあるんですけど、
だからこそ街乗りだけでもリッター10を超えるような燃費が出るんですよ。踏まないからね、あんまり。こう例えば同じね1000キロ走ったとしても、ブワーって加速してね、あのバンバン踏む人に比べて元のエンジンの回転数がずっと低いままだから、だからこうエンジンの汚れとかもね少ないのかなと感じてます。うん、ムーブの時の方がまだ汚れてた。だからムーブで最長でも6000ぐらいで買えたんじゃないかな。今エンジオイルはカストロールエッジというカストロールで一番いっちゃいいオイル系を入れてるんですよ。プラス、SOD1 プラスっていうのを、添加して入れてます。うん、だからまあそれもあるんかな。いやでもあれもまあ保護と、まあ、あれもなんていうのかな、ちょっとこの辺が絡みがあるのかな、わかんないけど、あんまりそんなにねこういいオイルエンジンオイルほど汚れを取るじゃないですか。でもそれはあんまりエンジン汚れてなかったんで、っていう感じです。一応ねこのメーカーの推奨のエンジンオイル交換の時期っていうのが1万5000キロなんですよ。まあ1万5000キロまで走る予定とか一切ないけどね。どんなに悪くても年1回は変えるんでね。走らなくてもエンジンっていうのはね劣化しちゃうからさ、だからどんなに走らなくても年1回は絶対変えるで、例えば仮にこれ3000キロしか走ってないと、でもうすぐ1年経つという場合でも、あの1年最低でも1年ごとにってメーカー推奨もあるんで、まあそれは変えると思いますけども。だからあのまあまあとりあえずこのガソリンが、まあ、ある程度こう減ってきた時にだいたい7500、メーカー推奨は一応1万5000なんで、まあ、悪くて7500、悪くてっていうか、まあ、そこまでは大丈夫ぐらいかなと思ってます。そのエンジンオイルも悪いオイルじゃないんでね、カストロールエッジって一応いいエンジンオイル入れてるんで、まあ、これのおかげで前回のエンジンオイル、前回のやつがこの車屋さんが無料で買ってくれたオイルだったんですよ。それが本当にマジで やばかったというか、ダメだったというか、全然なんか、こう、なんていうのかな、燃費が違う。リッター1ぐらいマジで違う。いいエンジンオイルの方がマジでリッター1ぐらい多いというか走る。し、エンジンのこうノイズとか、こう、なんで走っててのこうフィーリングがずっと静か。未だに多分変わんないと思う。ずっと静かなままだと思います。だから次回も、ちゃんとしたいいオイルを入れようかなと思ってます。もう燃費が違うんだよね。だって7000キロならリッター1しかったら、その7000キロ分違うわけじゃないですか。燃費に貢献されてるんで。それ考えると、まあ、コスパ的に言っても、普通にいいエンジンオイル入れた方が、ね、いいかなといった感じです。ただね、ただ、フィルターは交換しようかと思ってます。前回もフィルター交換してるんですよ。で、今回も、まあ SOD1 が入ってるっていうのもあるんですけど、エンジンオイルフィルターも交換しようかなと思ってます。で今回はもう SOD1 はとりあえず入れないで、今回というか次回ね帰るとき多分1月中旬かそんぐらいで帰ると思うんですけど、その時はあの SOD1 は入れないで、でエンジンオイルとあのエンジンオイルフィルターねは両方交換しようかなと思ってます。まあ、ある程度長い月日乗ってるんでね。でも7000キロも乗ってるんで、フィルターもちょっと目詰まりとかね、起こしたら、結局、フィルターも、なんていうのかな、こう、目詰まり起こすと、ちゃんとこう、避けるところがあるんだよね、確か。ありますよね。ちょっと、でもそこまで詳しくないんだけど、フィルターもだってどんどんやってたら、目詰まりするじゃないですか。目詰まった時に、こう、通る経路かなんか、あったような気がするけどな。あれ違ったんかな。はい、まあ、適当な知識なんで、はい、すいません。すいません。はい、まあ、そんな感じでございます。はい、ということで、まあ、とりあえず、最高燃費、出ましたね。もちろんね、空気圧もね、これ、長寿言ってますけど、空気圧もめっちゃ見てます。今回見てないです、ちなみに。この前の時に、だから四国遠征に行く時に、ちゃんと4本見たんで、減ってたね、やっぱ。ガッて減ってたんで。で、また近いうちにね、これまあ年末に撮影してるんで、あと洗車するんで、まあその時に、見ようかなといった感じでございます。はい。というわけでございまして、また来年もね、ちょっと燃費、高燃費を目指して、頑張って、ゆっくり乗っていきたいと思います。はい。ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあねー。